どうも、龍太郎です。今日はね、私ね、いつも通っています路面店以外のね、店舗に初めて行ったので、そのお話でもできればなと思って、今日は動画撮っております。まずね、なんで行こうかと思ったか。まあ、そもそも、まあ、探してる商品が今回ございまして、まあ、久しぶりにね、シャネルに行きたいなって思ったのが一つで、で、もう一つ、そろそろ違う店行ってみようかなと。な自分って結構安定を取るタイプなんです。な例えば、美味しいラーメン屋を知ってればもうそれ以外行きたくないみたいな。A 店、B 店、C 店があるけど、A 店でしか食べたことないけれど、もう A 店が美味しいのを知ってるからそこしか行かないみたいな。なんですが、今回はちょっとね、コメントとかでも、路面店の、まあ、いいとこ悪いとことか、まあ、百貨店に入ってるところの悪い、いいとこ悪いとこって、いろいろね、皆さんに教えていただいたので、まあこれを機にね、ちょっと今回は百貨店のね、1店舗に行ってまいりました。で、まあ探してる商品が何だったかってもうさっさと言っちゃうんですけど、あのサングラス、ちょ画像のっけでね、ポン。はい、このね、そうサングラスを見て、まあ見たの自体はもう2、3週間前だったか、2週間ぐらい前かな、だったんですけど、だんだんと欲しくなってきましてね。うん。自分の持ってるサングラスっていうのが、こういう、キリッとしたタイプのものではなくて、まあ、丸っこいものばかりだったので、まあ、趣向を変えてこういうものを買ってみたいなと思っていたんですが、まあ、とりあえず結果から言うと、ありませんでした。うん。で、まあ、その店舗だけになかったってわけではなくて、まあ、全国的にないのかなと。まあ、一応、その、まあ、百貨店の、店員さんには、まあ、全国的にもうちょっとないですね。色が違えば、ちょっと時間かかるんですが、用意できますけどって言われたんだけど、やっぱね、一番オーソドックスなもう白と黒のバイカラーが良かったので、うん、まあ、すいません、ありがとうございましたと言ってきました。うん。でも、まあ、いつも行ってる店舗にも一応問い合わせてあります。今、まあ、ちょっと返信ないから、返信あったかなかったか、この辺に書いておきます。うん、で、まあ、初めてね、違う店舗に行ってみた感想を述べようかな。うん。まあ、今まで本当に1店舗でしかね、まともに買い物はしなかったし、もう見ることすらその店舗にしか行ってなかったんですね。その店舗は結構大きいところなので。うん。でも今回、ちょっと店員さんともちょこちょこ話をして、で、百貨店って実際入ってくる量どうなんですかとか、まあ、そういう話をしてて、で、自分で見る限りも、意外と路面店よりも服は多かった。衣類はね、意外と路面店よりもそっちの方が多かったかもしれない。パッと見。ラインナップとかそういうのがぐるぐる変わるのは路面店かもしれないし、まあそういうのっていうのはちゃんとね、同じスパンで行って比べてないからわからないんだけど、でもまあ結構服が多いイメージだった。うん。でも大きさはほとんど38で、でもね、38でもなんか最近の作り大きいみたいです。全然、ジャストフィットだったんだよね、なんなら。あ、そう、今日の店員さんは割とね、まあ、百貨店の店員さんは対応してくれたね。すごい素敵ですね。まあ、この格好で行ってきたんだけど、今行って帰りね、これ。うん。で、結構褒めてくださって、頻繁にね、しかも。最初に、素敵ですねってだけじゃなくて、結構何回も、ね、そういうこと言ってくれて、まあ、悪い気はしないよね、もちろん。すごくいい気分になりました。で、まあ、サングラスのこと聞いて、で、アクセサリーとか見ていいですかって言って、まあ、アクセサリー見て、アクセサリーって実際、路面店とこういう百貨店のお店って、どれぐらい、入るのに差があるんですかとか聞いたんだけど、全然ね、差はないみたい。どうやら。うん。でもなんか、アクセサリー自体もともと少ないんだって、最近。まあ、それが本当か嘘かとか、比べるあれはないんだけど、自分がいたちょっと後がね、なんか入荷、ツイードのコレクションとかがなんか入荷するから、アクセサリーも入荷するかもしれないって言われて。だからまあ今度また遊びに行ってみようかなうんって思ってます。で、まあアクセサリー見せてもらって、で、洋服見て。で、洋服ね、結構いい服というかまあ、キラキラが自分好きなんですけどね。まあ、キラキラの服とかいっぱいあって。でも G ドラゴン着てたさ、これとかね、じゃん、とかあって。で、見てたら、よかったら羽織ってみますかって。あ、もちろん、羽織らせていただきました。5着ぐらい、羽織ったかな。うん。で、どれも38だったかな、サイズ多分。だったけど、本当にぴったりで。今回作りが違うんやなって思いました。で、めちゃめちゃクロップドのね、
ジャケットがあったんだけど、それはちょっとね、あの羽織らなかった、なぜか。今ここに来て思ったけど、あれも羽織っとけよかったなって。なので皆さんはね、シャネルにそういうことがあれば、後悔しないようにね、楽しんできてくださいというお話です。そう、それで G ドラゴンのやつも着せてもらって、めちゃめちゃかっこよかった。値段聞いたら118万ぐらい確か。でも今120万あったらぶっちゃけ買っちゃってたかもしんないかっこよかったよあれ本当に。でその店員さんが、あの着るたびにね、あお似合いですね、素敵ですねって、まあ社交辞令とかさ、そういうのはもちろんあるんだろうけど、でもまあもちろん嬉しかったよね。うん、なんでまあ新しい店舗というか、その路面店以外に行ってみた感想としては、まあこっちもいいのかなって、うん、これはこれでありかなと思いましたね。まあ、最初にね、そう、あの行ったお店が、まあどうせシャネル行くんだったらここかなみたいな感じで行っちゃって、まあそれ以降買い物してたんですけど、で、まあこうやって YouTube 始めて、でコメントでね、路面店じゃなくてその百貨店の結構ね、コメントもいただいたんですよ。百貨店はこうがこうで、外商がこうなって、結構だから百貨店おすすめだよみたいなとか。で、まあ、百貨店の方気になってて、やっと行ってみました。うん。そしたら、まあ、なんか言いたいことは分かりました。うん。でも、やっぱりちょっとした、まあ、お客さんになるには買い物をやっぱりね、しなきゃいけないと思うし、ね、それこそ一番最初、自分がその路面店に行った時は、買ったのが時計だったから、まあ、これ100万円超えてたからね、100万円超えてたから、まあ、一回買い物して、ね、連絡先その LINE とか交換してって、すぐその担当の人っていうのついたんだけど、でもね、新しいお店で担当つけるのってさ、まあ、言えばつけてくれるのかも分かんないんだけど、なんかズーズーしくて嫌じゃん。で向こうからついてほしいなって思ってて、まあ、だからそれには、まあ、ちょっとお高い買い物が必要なのかなって思ってます。例えば今日だったら、まあサングラスは6万5000円ぐらいなんだけど、まあ、6万5000円じゃ担当はつかないかなと思ってて、まあそういう小物、アクセサリー1個とかじゃ。なのでまあでっかい買い物ドンとする必要が、そう、店舗を変えるんだったらね、その店舗でやっていく覚悟、その店舗でもう買うっていう覚悟があるんだったら、まあちょっと大きい買い物をね、して仲良くなっていかないといけないのかなって思いましたね。うん。それ考えたら最初が大きい買い物でよかったですね、なんか。うん。そのまあこれを買う前からもシャネルとはもう密接な関係になりたいと思ってたんで、だから小物をね何個か買って、ちょこちょこ買って、早く担当さんつかないかなって思うよりはね、ドーンって買って仲良くなれてよかったですよ、1店舗目。うん、一番最初の担当さんがすごく喋ってくれる人だったから楽しかった。まあ今日の人もまあ悪くはないかなっていう印象かな。まあいたのね、まあ大体20分とかしかいなかったので、そんな何が分かるんだって話なんですけど、うん、そうですね、一番最初の担当の人は本当によく喋ってくれたから、6時間7時間いても全然苦じゃなかったですからね。うん、しかも何も買わないのに6時間ぐらいいて、なんか楽しく喋って飲み物飲んでありがとうございましたみたいな、もう理想でしたねそれが。うん、だから一番最初のその担当の人は結構自分のことをまあよくしてくれてたんです。本当に毎回飲み物くれてたし、ちゃんとね、なんか一人のお客さんとして扱ってくれてたから、まあそれだけにね、その人がいなくなって残念で、まあそのね、穴を埋めるというか、その同じさことをしてもらいたいと思ったら、まあ、多分ね、そこら本当に相性がいい店員さんをまた探すしかなくて今に至るんです。まあ、最近シャネルも本当にね、いつぶりに行ったって感じです。半年ぶりとかじゃないですか、下手したら。だって最後に行ったの、あ、でもちょっと顔出したか、この前ちょっと顔出したから、まあ2、3ヶ月かな。あ、もう最近はやっぱりさ、その二次流通のものが安く手に入る時代ですから、かなりね。だからまあ今日見た120万のジャケットも素晴らしいけど、その120万を払うんだったら、別の結構かっこいいジャケットが、例えば3着とか、まあ、1着ね40万だと考えたら、二次流通なら結構いいもん3着買えるんですよ。そこなんですよね。うん。
そう、まあ、シャネルと付き合っていきたいとか言ってるけど、そんな自分高級取りじゃないですからね。なんなら働いている人の中ではもう底辺の方の、お給料をもらってるわけですから、それでね、まあ、シャネルと仲良くなろうなんてなかなかなれないわけですよ。だからまあこういう格好だけはシャネルのもの、まあ新品ではないけど、まあシャネルのものをまあ安くね、まあ身の丈に合った買い方をしてるわけです、今のところは。まあどこかでね大きく当てて、シャネルでドンと使ってみたいもんですけどね、本当に。まあそれを夢にね、まあこれからも頑張っていこうと思っております。いやー暑いですね。なんか今日、一昨日昨日ぐらい寒くてめちゃめちゃ。で、まあ今日はジャケットを羽織っていけるなと思って。で、羽織ってたんですけど、ちょっと汗かきました。暑い。今もすごく暑いです。だからもう撮影終わったらすぐ脱ぎます。暑い。はぁ、というわけで今日も、見てくださってありがとうございます。まあこれからもね、私、シャネルのことをね、どんどん、話していこうと。シャネルのことを話せるようにね、まあどんどん、ね、まあシャネルを中心に毎週動画を撮っていきますんでね、まあチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。うん、もうこんなパールとかマジ久しぶりにつけました。最近もうつけれないから。うん、まあ久しぶりでもいいね。それじゃあ今日はねこの辺で、うん、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。